まあ逆ランニングマンっていうステップはありません。あのただランニングマンの逆、なんか人によってリバースランニングマンとか言って、なんか横持ちの方がかっこいいからみたいな。まあそんなに難しくはないとは思いますが、まあダイエットの、あのメニューの一つにでも入れて おいてください。どうも、いい年こいてダンスやってるあずと申します。もう汗びっしょなんで、もうせっかくだからこのままの勢いでちょっと逆ランニングマンをレクチャーしようかと思います。ランニングマンの逆ですね。上げた膝を後ろで、ちょっと足が映ってなかった、ごめんなさい。足を上げて、上げた足を後ろに行きます。この時に軸足が前に滑る。で、今度反対、こっちが上がって、こう連続でやるとこういう動き。まあ逆ランニングマンっていうステップはありません。あのただランニングマンの逆、なんか人によってリバースランニングマンとか言って、なんか横持ちの方がかっこいいからみたいな。あの日本人なのでもうそのまま逆でいいと思います。逆ランニングマン、まあそんなに難しくはないとは思いますが、まあダイエットの、あのメニューの一つにレモン入れて おいてください。まあちょっとカウントでやってみます。足を上げて1、2、3、4、上げて足が出ますね。その時に今度こっちの足が上がる時に、この軸足が少し前に出ますね。まあランニングマンの逆、1、2、3、4。ちょっと短いけど、以上、逆ランニングマンでした。ご視聴ありがとうございます。